それが監督のこちら。監督それ何ですか？ノートブック。ノートブック。メモ帳です。お。なんだ、なになに？え？監督何ですかこれ？My drawings for Pacific Rim. Pacific Rim の。監督、あのこれ、パンズラビリンス。パンズラビリンス、yes。ですよね。監督の代表作の一つ、パンズラビリンスはアカデミー外国語映画賞にもノミネートされたちょっと怖いファンタジーなんですが、そこに同じようなノートが出てくるんです。うわ、もう今日給料いらないです本当に。で、まず案内したのはメザモアナショッピングセンター。たくさんの目覚ましグッズに女性陣興味津々。すごいすごいですね。かわいい、かわいいね。お、ああ、見てほら、マークが好き。 That's cute。 一方、監督は早くも小腹が。アイスだけ食べたい。予定にはなかったんですけれども、監督の一存でアイスを食べるということになりました。ペーパーアイスにして。ありがとうございます。自腹ですか？自腹。すみません、あの、アメリカドルは使えますか？ドルが使えないんですか？監督、ドル使え。なんと監督、円を持っている。しかも満点っていう。 Thank you very much。 ごちそうさまです。リンコさんとマナちゃん、監督の自腹でひんやりパシフィック。そしていよいよあの巨大ロボットと対面。まずはダイバーシティ7回ガンダムフロント東京へ。こちらにはガンプラ、いわゆるガンダムのプラモデル、これがギュッとなんと1000体以上あるということなんですが、I want them all. The language of the design is that. The language of the design is the armor. Yeah. Hero. Mm-hmm. Heroes. Heroes. ちなみに私、あの映画の中ではチェルノアルファ。チェルノアルファ超かっこいい。最高。Because Saku.チェルノアルファ。ザックが元で。チェルノアルファはザックから来て、そうなの？ジオン軍のザックからインスピレーションを得たというチェルノアルファ。他にガンキャノンの造形にそっくりなイエーガーも。やはり源流は日本。ならばこれを見たらギレルモ監督一体どうなるの？こうなりました。わあ。ああ。拝んでます。拝んでおります。女性陣2人を置き去りにしてガンダムの胸像の前で拝んでおります。マナちゃんも大喜びで、監督抱っこ行きます。まさに興奮パシフィック。締めはみんなで参拝です。さあ、ガンダムモード残るは外の本丸のみ。カメラも無視して今歩き始めました。見えてきました。言葉にならない。監督がものすごいスピードで歩き始めます。もう待ちきれない。ついに等身大ガンダムと初対面。ギレルモ監督、嬉しすぎて声も出ません。非常に真剣な眼差しで見つめております。するとガンダムに動きが。ブリッタース、ガンダム、いきます。お台場ガンダムモーデ、ギレルモ監督満足していただけましたか？はい、It's a dream。 もう夢のようです。ファットオタクヘブン。締めはやっぱりみんなで参拝。それがハリウッドのガンダム男子、ギレルモの流儀。そんな彼のジャパニーズロボット愛が全てつぎ込まれたパシフィックリム。その熱量をぜひともスクリーンで体感してください。出ました。担当さんもすっごい気合入ってましたね。そうなん、大好きで、そして今回の映画パシフィックリムなんですが、もうすでに世界の興行収入284億円を突破しているということで大ヒット中なんですが、もうこの映画、本当にもう子どもの夢が詰まった、少年の夢がギュッと詰まったものが本当にスクリーンにあふれ出てるので、こんな映画を生きてるうちに僕は見られると思ってなかったです。もう本当怪獣とロボットがガーンガーンと昔にこうおもちゃで遊んだような世界がね、あるので、ぜひスクリーンで見てください。